万劇ギャル増殖計画、イエーイ。今日はですね、皆さんなんかずっと一緒におるけど二人でゆっくり話すのは初めてなんじゃないかっていう同期が来てくれてます。さっそちょっとちょろちょろね声が聞こえてるんですけども、こんな方です。どうぞ。ずんずんずんどこきよし。きよしな。ずんずんずんどこきよし。どうも、氷川きよしです。お願いします。ショータイムですよ。え、じゃそのままやらんといて。俺の最近のマイブームで人のやつをそのまま。はい、どうも。花の NSC38 期風数への田中ショータイムです。お願いします。お願いします。イエーイ。自分で花って言わないで。ほな、誰が言うの？自分。自分やん。ということでございましてね。そういう感じで。ついに来たね。その、どっちかっていうとちょっと東南アジア系の顔やから。はい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 。色もちょっと浅黒いし。うん。ギャルになれるんかな。そのちょ、もうギャルやから逆にどうなっていくか不安って感じだけど。え、なるほど。ペップクリスティアーノ・ロナウド。スタート。皆様、雨を舐めているわけではなくて、あの、これ絶対使ってください。あの、フリスクを入れてます。人との対面なのでフリスクを入れさせていただきますけど、おっきいやつなんでちょっとあの、残っております。すいません。スタートです。はいはい。じゃあコンタクトからちょっと入れていきたいなって思うんですけど、はい、コンタクトな。俺めっちゃ苦手やねん、コンタクト。一回収録の時に頑張って入れてんけど、うんうんうん、体が目が拒絶反応を起こして、うん、もう、うんうん、ってまばたきして、うん、プリッって出てきてしまう。じゃあ絶対にあかんよな、それ。拒絶反応出てたらあかんよな。ここに置いてほしい、ここに。この指の。友達じゃないんですよ。見れるかな、うわ。怖い。あ、こうか。そう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 。もうちょい下。あ、でも、センスあるね。むっちゃうまい。そう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 。うまい、そう、その文字でした。あ、入った、すごい。え、すごいやん。痛いやろ、でもちょっと。あー、あ、でもそんな痛くないかも。ちょっと痛いやろ、正直に。恋愛とカラコンだけは自分に正直に。ちょっと痛い。あ、でもなんか馴染んできた。まあ、目薬入れてみる、うん、ちょっとめっちゃ馴染んできた。すいません。すっごいかかった、目薬が。痛い。いや、でも大丈夫。でもいけた、普通に。ほんま？全然いけたよ。じゃあもう一丁こっちも。はいよ、頑張れ。そもちょした。そう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 。あ、入った入った入った。痛い。こんなに涙が止まらない日はなんでないでしょう。だから痛いんやってから、こんな。でも右もめっちゃ馴染んでんねんけどな。一回取って、あ、目開けて、そう、目開けて引っ張ってみよう。あ、取れた。そう、で、ここなじまそう。取るのうまそれか、もうメイクガーってして、まあまあまあ、最後に入れるかやな。そうしましょう。このまま入れれんのやったら。だからこっちも頭いってなってくるから、はい、こっちも取っといた方がいいで。ほんま？うん、とりあえずだからメイクしよう。これは池田さんのメイクモアです。あー、出た。レインボー池田さんの。そう、あ、飛んだ。ちょっと白いねんけど、うん、いいかな。はい、ちょっと色に合ったファンデーション。もう顔綺麗。羨ましい。いやいや、それ何を言いますか。すごい綺麗やで、顔。うっそーん。ほんまやで。形とか。形？うん。鼻の形とか。うん。すごいわ。喜んでて草。喜ばされてて草。いや、でもほんまにそう思う。マジ？うん。っていうかさ、うん、M1 どうやったん？ちょっと悔しい結果になっちゃった。ちょっとじゃなさそうですね。いや、まあ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 、そのせやな、まあ、全力出して、うん、全力挑んで、まあ、あの結果やったから、うん、まあ悔しかったけど、悔しかったけど、うん、あの賞レースに向いてない、賞レース絶対無理って言われてた俺らが、うん、俺らでもあそこまでいけるんやっていう嬉しさが結構俺勝ってたかも。へえ、うん、
私風水屋クイズが大好きで、うん、風水屋クイズあのさ一個一個のくだりあるやん、うん、あれさ2人で考えてるやん。でもどっちかがこのくだり、うん、どっちかがこのくだりってあるやん、うん、これはどっちですかって言って「王様です、はい、ショータイムです」って聞くのがめっちゃ好きやん。はいはいはい、1個全部言うのはあれやからさ1個だけ教えてほしいんやけど、うん、うん、はい、なんでもいいよ。え、あのさ、これ何やった？飛んでいくやつ。あ、左折の妖精ウィンカーベルえ、あれ聞いていい？あれはあかん、ネタバラシになる。いや、全然いいよ。あれはどっちなん？左折の妖精ウィンカーベルは俺かな。へぇ確か。あ、そうなんや。パフュームじゃないです、あれや、うん、あれはオサムやな。あ、そうなんや。うん、あれも最初、あんな長くやってなかったよ。あ、そうなん。一回、なんかのライブでネタ飛んで、うん、ずっとなんか同じとこでやってて、うん、それがなんか逆にめっちゃウケて、すごっ！ってことはこれ全然たどりつかへんのおもろいなってなって、何回も何回もしつこくやるってのに変わって、そのミスがきっかけで。私あの中華からそういうくだりが増えてんのかなと思ってた、うん、中華コレクションから。いや違うな。違うんや。中華コレクション、中華コレクションでそのなんかあれでしつこくやるってやつやってんけど、また違うんや。うわ、こんな裏話してんの初めてかもしれへん。そうやな、うん、あんま風水やのそういうの聞かへんもんな、うん、まさかギャルメイクしながらあのネタの裏話話すことになるとは予想だにもしなかったわ今日人ってほんま酒飲んでる時とギャルメイクされてる時一番シャッターこの2つなんや。そうやで。これ何？これはね、アラメロがね、プロデュースしたラメです。あ、あれギャル、そう、ギャルズ。ギャルズ見開けて。え、めっちゃ綺麗、顔こんなめっちゃ綺麗じゃないですかいや、意外かもしれへんけど、俺褒められるん結構恥ずかしいねんな。意外やな。30歳になったんやろ。30歳になりました。早い。早すぎ。私も27やで。早ー。やばない？お前、お前27。売れたね俺嬉しいもん。いや、私も嬉しいよ、そのこういう話できて、うん、誰作るか広げるか迷うな。なるほどな。でもな、綺麗ねんな、目が。うん、ありがとう。ほんまに。ちょっと粘膜失礼します。頑張れ頑張れ。よしあのインフルエンザの検査の時に鼻の棒突っ込まれるやつと同じぐらいあの感覚と一緒や。上見て。はい、失礼します。頑張れ。めっちゃあの感覚や。あの感覚やな。あの感覚や。え、マジですごいなこれ。見て。これ本毎日やってんの。そうです。えぐいな。そこをここで学んでいくね、うん、みんな。なるほどな。このただこの芸人をギャルに改造するっていうのが表の企画やけど、裏テーマはあの子たちの尊さを学ぶ企画か。そう、みんな尊く感じてて変えるから、うん、これガチで。え、だからさ、ほんまそう考えたらさ、ギャルって最高やな。最高？最高。俺だから女の子好きやねんな。それはあんたが普通に好きなだけやろ。いや、俺が大好きやねんけど女の子やっぱ、うんうん、好きな理由の一つやわ。嘘。努力がすごい、毎日の。確かにね。うん。女の子だから好きやねん。最高やん、女の子って。はい、上見てください。はい、ちょっとだけ黒入れちゃおうかな。はい、ギャルなんで。わかりました。じゃあちょっとつけまをつけていこうかなと。おっと、つけまきた。ショータイムのさ、うん、好きなタイプってどんな子なの？僕の好きなタイプですか。うん、僕の好きなタイプは俺を惚れさせてくれる子です。わお。いや、ジロリーじゃなくて。ジロリー。いや、でも確かに私はちょっとショータイム眩しすぎるかもしらん、はい、男性としてはやっぱこう、なんていうかな、こう輝いてる人やから、私は絶対落とされへんって思っちゃって、こう、いかへんと思う。あ、だから結構こう、どういう子がガッてくるん、ショータイム。命知らず。あ、やっぱ命知らず。知らず、うん、子ってすいません、何ですか、うん、もうほんま命知らず。気強い系ってこと。本能のままに動いてる子。あー、なるほど、おるよな。本能型。本能ギャルめっちゃ好きや、うん、私。本能型、脳みその赴くままに。へえ、でもさ、ショータイムもさ、自分からさ、まあ、ガッてくるとかはまあまああるかもしれない、ないかもしれんけど、アピールするタイプやん俺。うん、うん、だ逆に俺は自分が
いいなと思った人には結構ガンガン行くタイプやから。そうよな。でも、うん、なんかほんまにこれなんか30歳になってどんどん変わっていったというか、はいはいはい、大人になっていくにつれ、うん、街のスタイルもちょっと覚えてきたかもしれんな。知ってるようで知らんからな、みんなの恋愛開けて。すごいなんか目に何やろ、目になんかノリついてる感覚。ちょっとあの話戻していい？いいよ。あの俺を惚れさせてくれるって言ってんけど、まあまあそれは結構そのカッコつける時に言うやつやねんけど、うんうん、まあほんまのやつ。あーごめんごめん、私も、うん、まあほんまのやつ言ったら、うん、あの天真爛漫な子。これがマジで好き。可愛いみたいなね。そう、もう天真爛漫、明るい子がいい。愛嬌満点。なるほどね。でも愛嬌ってさ言うけどさ、うんうん、恋愛と愛嬌っても難しくない？難しいなただそのなんか可愛がられる愛嬌ある子じゃなく、うん、でも基本的な愛嬌はでも一緒。基本的なものはうん。飲みすぎた、うん、間違えた。え愛嬌あるなお前何お前愛嬌ある。違う違う、私メイク顔見なあかんから。うん、けて。うん、お、綺麗だった。マジ。うん、よし、よし。すごっ、このつけまの重い。なんかもうすごい。ちょっと見て。あ、すごい。綺麗。嬉しい。ほんまに。ほんま。うん。いいかな。いいか。よし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 。はい。あ、チーク嬉しい。チーク嬉しい。チーク好き。はいはい。大人っぽいギャルみたいな。大人。ああ。あの今井アンジェリカちゃんわかる？ガーチャーの子。誰？今井？それガーチャー、ほんまごめんやでっていう子。今井アンジェリカ？うん。見たことある。エムガーチャー。そんなことない。ガーチャー。あ、ガーチャー。エムガーチャー。そんな低ない。でももう出来上がります。よいしょ。じゃ一回ウィッグつけて整えます。正解すぎ。正解すぎ。完成いたしました。じゃあショータイム。じゃあショーメロ。ショーメロ三条丸。イエイ。に。に。じゃあ仮面外してください、はい、あら、かわいい。ガッチュそプロレスラーみたいなのやめてください。はい、オープン。オープンでどう。え、やばい。え、めっちゃギャルやん。え、ちょっとめっちゃかわいいやん。すごいな、ギャルやな。え、愛嬌バッチリの、あれギャルなってるやん。マジ、笑顔もかわいいもん。え、ホテル連れてってやめてや。自分大事し。そうやん。どうやってみて。めっちゃいい。ほんま、うん、なんかかわいい。全然コンパ来てほしい。それが一番の褒め言葉です、うんうん、ガーチャーン。ガーチャーン。また喋ろう。また喋ろう。アラメロありがとう。え、エルフって二人でネタ考えてんやったっけ？アラメロ 109% 109だけに。109だけに。ギャルとハルメロは？ハルメロは待ってる。待ってる。